いつもヨギボーの背景で撮ってるから、なんかいい感じのもんないかなと思って、家の中にある映えそうなやつをかき集めて置いてんけど、何かが足らん。なんかちょっと動画の背景になるようなもん欲しいねんけど、なんかな、めっちゃ生活感出るよな。これ購入品紹介を自分は結構することがあんねんけど、服とかコスメを紹介することが多いから、日用品系の購入品紹介自分は結構見たりするの。ツイッターとかでバズってる日用品のおすすめのもんとかもすぐカートに入れてもらうねんけど、そういう系を紹介しようかなと思って、最近のアマゾンで買った日用品系紹介します。じゃん、よく動画で出てくるコップ、何倍やったっけな、たっか3790円もするん。これ240個入ってんねんけど、赤のコップって調べたらアマゾンで出てくるのを買ってます。だから最近はあったかいお茶とか紅茶を飲むのにハマってるから、マグカップで飲むことが多いからそんなに使ってないねんけど、友達来た時とかにこれ出したら楽ちんやから、友達来た時とかに使おうかな。これなんかずっとコストコにあってんけど、最近コストコになくてアマゾンで買ってる最近は。で次、じゃん、筋膜ローラー。ピラティスでも筋膜ローラー使ったりすることがあんねんけど、使った方がコリも取れるし、むくみも流れるんで、おすすめですよって言われて、買います、買いますとか言って、なんか半年ぐらい経って、ついに買いました。ベストセラー1位のやつ買ってみた。これどうやってやったらいいかわかんない。なんかお尻の横の筋肉とかさ、いいとか言うやん。なんかバランスとのむずいねん。肩甲骨らへんとか。どこ？合ってんの俺。ピラティスで教えてもらいながらやるときと、なんか家でやるのなんか違うなと思って、難しいなと思って、まだちゃんと使えてない。この足のむくみとかでもいいんだな。痛っ、顎の裏とかめっちゃ痛い。いいと思います。これ疲れたもん。タグアのブランドのパーカーです。次、じゃん、タングルティーザーの櫛。風呂上がり濡れた髪に使えますみたいなやつやって、自分も寝起き乾いた髪をくごく使ったりすんねんけど、風呂上がりすぐ髪の毛ドライヤー乾かす前にさ、こうやんのよ。今もタングルティーザーのこういうなんか使ってんねんけど、そろそろ小汚くなってきたから買い替えようと思って買いました。次、コットンティッシュみたいな。お風呂上がり拭き取り化粧水もすんねんけど、洗顔した後にバスタオルで、まあ風呂上がりは拭いてまうんやけど、朝とか洗顔した後こういうティッシュでもないコットンタオルみたいな、ちょっと丈夫な硬くはない柔らかいタオルがあんねんけど、薄いタオルやけどティッシュにしては分厚いって感じで、しっかりしててちぎれへんのよ。このタオルを風呂上がり、あの顔にホコリとかもついたりするやん、バスタオルとかやったらさすがに。だからこれで洗顔後は拭くようにしてるやつがなくなったから買いました。顔洗顔してさ、顔の水気拭くやん、で拭いたらさ、これ頑丈やから、その周りでさピピピピピって水回りこうやって拭いたりして使ってる、顔拭いたやつで。次じゃん、インクリア膣洗浄機。ちょっと今まで膣洗浄みたいなのをやったことがなかったん。でギャルモデルの YouTube を見てたら、膣内洗浄産婦人科に月1回行くみたいなのを言ってて、えと思って、膣内ってそんなに洗浄しないとあかんのって思って、産婦人科に月1回行くのはどう、分からんと思って、まあ分からん、合ってるかは分からんねんけど、自分は生理終わった後とかそういう時ってちょっと気になるやん。生理が完璧に終わった後に使ってる。こうなってて、こうなってんので、ここのキャップをピッて取って、ほんじゃこれをさ、ここら辺ぐらいまで膣まで刺すね。ここをグーって押したら透明なジェルみたいなやつが出てくるらしいねんけど、ジェルを入れてるからパンツは汚れやすくなるから、ナプキンとかその日は捨てた方がいいと思うんだけど、それで膣内洗浄をするっていうのをやってる。これが正解なのか、その産婦人科に行って膣洗浄するのが正解なのか、これをするのが正解なのか、あんまり煽らない方がいいのか分からんねんけど、自分はそんなにやりすぎてはないけど、この1日1本週に 3,4 本程度使用してください。乳酸配合の弱酸性ジェルが膣内に広がりみたいな感じで、匂いも多分ジェルにはないし、まあただ入れた後にジェルみたいなのがちょっと入れた日とかは出やすいから、ナプキンとかしてた方がいいかなみたいな感じやけど、全然痛くも匂いもないから使ったりするから、自分は月1本のペース。次、スキンケア系。 VT シカデイリースージングマスク、これ VT のシカクリーム、 VT シカマイルドトナーパッド1日1シカ。この虎のやつ、自分拭き取り化粧水を絶対すんのよ。だから拭き取り化粧水がなくなったから手に入れました。化粧水も上からすんねんけど、拭き取り化粧水は絶対したくて基本してるからさ。トナーパッド好きでいろいろ試したりはすんねんけど、まあ一番値段的にも使いやすさ的にも万能って感じやから、この VT のやつ使ってる。ボコボコの面とツルツルの面があるから、それでかけられて、
眉毛めっちゃ黒なってきた。もうこんな感じで、なんかちゃんと綺麗にしてるつもりでも意外とちっこいホコリとかが顔についてたりするから、自分は拭き取り化粧水は絶対する。シカデイリースージングマスク、なんか自分は結構1枚入ってるパックとかも好きで、1枚入りのパックも使ったりするんやけど、コスパ的なこと考えたらこういう何枚入りとかのやつ使ってて、てか集荷2時から4時で集荷指定してんのにもう3時55分やねんけど、こうへんねんけど、まあ、こんな感じで使ってます。このシカクリームは自分は水分クリームみたいな質感のクリームが好きなんよ。だからこの質感がめっちゃ好きなのと、旅行の時とかこれだけ持ってったり、佐賀くん地方行くこと多いからこれをかさばらんけど持つからこれを持たせたりはしてる。こっち系なんか水分ジェルっぽい感じ、韓国の水分ジェルっぽい質感のクリームめっちゃ好きで、ベタベタせえへんけど保湿もされるみたいな感じやから、やっぱこっち系の質感のやつが多いかな。今回の Amazon のブラックフライデーこれ3つで4527円になるらしい。結構安いな、4500やろこれ3つで。これ全部でスキンケアも終わるからおすすめ。なんかさっぱりするから自分は好き。な収穫後編ねんけど、保湿より保水が好きやからおすすめ。収穫きました。やめろ。で次がさっき服に取られたこれやめろ。服のメットケージの中は服用に買ったやつで服は寝てんねんけど、家とかおるときに服がずっとお気に入りで使ってんのがピーチ用に買ったベッドなんよ、この黒のやつ。そろそろちょっと変えてあげようかなと思って、新しいの買おうと思ったら大きさマジでミスって、普通の大きさがこれないよ。やめろやめろって今見せてんねん、みんなに見せてんねん。やめろって、普通の大きさがこれねやねん。服やめろって、もうでも好きらしい、これ。もうマジで、大きさが違うくて、もうチワワみたいな、チワワよ。僕はもうこれをぬいぐるみとして、噛みつくように使ってる。でも結局こっちの方が大きさは合ってるから、これをリビングに置いて、服なんか、寝室で一緒に寝てんねんけど、丸いクッションみたいなのを、自分と佐賀くんの間に、枕の間に置いて、服がそこにこう丸まってねんのよ、こうやって。そこに置いてるクッションよりはこれが大きいから、丸丸用と、あと顎の下に塗ったりするから、寝室用にこれは置いてる。変な感じ。ベストセラー1位で、これ何のサイズ買ったんだ自分。はみ出てますけど。白々しい顔すんな。で、次が、何回か買ってんねんけど、久々に買った。じゃん。極上蜂蜜紅茶。佐賀くんが最近紅茶を沸かして飲むのにハマってて、まあ確かに最近寒くなってるし、自分も紅茶飲もうと思って、この極上蜂蜜紅茶ってやつがめっちゃ前にツイッターでバズってて、甘くて美味しいみたいな。バズってて、自分も気になって買ったらマジでめっちゃ美味しかったよ。ほんまに甘い。甘いのが好きじゃない人はあんまおすすめじゃないけど、もうここからやばい。砂糖山盛り5杯ぐらい入れたぐらいの甘さをすんねんけど、でもこれが砂糖じゃなくて蜂蜜の甘さだから、カロリーもそんなにみたいな、カロリー3キロカロリーとかで美味しいみたいなのが書いてて、めっちゃ美味しそうこれと思って、めっちゃ美味しくて、自分はやばいやろそれってぐらい砂糖の量入れた紅茶が好きやねんけど、これやったら砂糖も入れんでいいし美味しいんよ、ほんまに美味しいから。ちょっと普通の紅茶よりは多分高いと思うんやけど、贅沢したい人とかには買ってみてほしい。でこれに牛乳入れたらほんまに美味しいからおすすめ。次、じゃん、ココシルク。自分がイメージモデルしてるナイトキャップのやつやねんけど、なんか自分はほんまに寝相が悪いから、ナイトキャップより枕カバーってもうつけてしまえばさ、手間ないからさ、好きで枕カバー買いました。なんか自分家のサイズは本当はもっと一回りちっちゃいやつでいいんやけど、でっかめサイズやったらもうなんかベッて言ってペッてなんかピチピチにせんでも普通に詰めれるから買った。サグアの分も買ってあげた。ガチシルクの枕カバーやから安くないんやけど、いいんよこれ。何がいいって言ったら、普通にいいなって思ってないけど、ホテルとか泊まりに行った時とか実家帰った時とかに普通の枕カバーで寝るやん、全然違う、めっちゃ寝癖つくなってなる。なんか自分は癖がやし寝癖もつくねんけど、もう寝癖のレベルが違うし、なんかこれシルクやから寝る時にこう顔についても罪悪感ないなと思って使ってて、何個かあんねんけど、なんか今はもう色がバラバラの色使ってるからちょっと統一しようと思って買いました。他のやつもまあ洗って何回も使ってんねんけど買った。で次、服のトイレのゴミ箱で、おしっこのシートをそのまま普通にゴミ箱にボンって入れててんけど、こう匂いするやん、やっぱ。自分はまあいいんやけど、友達家に来た時に友達がゴミ箱にポイって捨てた時にボーンってなんかこう閉まった時にっておしっこの匂いするから、ちょっと結構匂いが強いからちょっと分けたいなって思ってて、ちっちゃくてあんまりでっかいとさ掃除するのだれるから、ちっちゃくて邪魔にならへんぐらい
のやつが欲しくて、これぐらいのサイズのゴミ箱を買いました。で、電池を2本入れて、こんな感じで開くよ。ごめん、開く。で、気づいたら勝手に閉まんねんけど、くそ。消臭剤。外には匂いが漏れへん。閉まった時は臭いけど。でもまあ別に分けてたらいいかなと思ってこれを買いました。あんまり大きくないから、だれずに捨てれるっていう感じ。で、袋と消臭剤みたいなやつもついてた。効くか分からんけど、なんかついてた。ね、これを買いました。めっちゃいい。これ買ってよかった、結構。次、これ。これ引っ掛けて、食器洗った時にスプーンとかお箸とか入れるやつやねんけど、自分はブラシを収納するやつが欲しくて、ただポーチにこうブサブサ突っ込んでてんけど、こう密封されるからさ、風、当たった方がいいなと思ってブラシをずっと探しててんけど、自分はここに化粧品とかを収納してんねんけど、ここの幅にブラシを置くのは絶対に無理やん。さっきの赤いコップとかに入れて置いてもいいかなと思ったけど、ここに立てんの無理やと思って、ここに引っ掛ける何か欲しいって思った時にこれええやんと思って、ちょうどこれをかけてこうやって収納して、賢くない？結構賢いと思う、この買い物。以上です。他にも洗剤とかあんねんけど、結構買いだめするから今月は全然買ってなくて。まぁ、ちょっと新しく追加で買うものとか、基本的に買ってる日用品みたいなのって意外と紹介することないなと思ってさ。化粧品とか服とかは紹介するけど、そういうの紹介することないなって思ったので、紹介しました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。